ほらやっぱりさ、あの頃知ってる人いないよ。いや例えばもう知ってるとは、例えばこの2人と、あとまあそれこそ×××さんとか、うん、松崎さんだってね、当時ね、ほら自分で書いた曲がね、あの歌姫に歌ってもらったらボーンってなっておい、カツオこっち来いよとかさ、おなに松崎さんさ、当時まだ松崎さんって言ってた、松崎さん何なんさ、おい見てみろよってのタバが5、6冊あるわけ。お、なにこれみたいなさ、印税なんてさ、え、ちょっと顔叩いて顔叩いて、それは覚えてる。それは覚えてる。万円がこんなに一般の初めて見た。すごいなと思ってさ、これで顔叩いてくださいとかっていう。あれすごかったよね。だってさ、当時ね、ギャラをどうやってもらってたか、ね、あの全部ね、機能が一つになってて、そこの3階 ?4 階 ?4 階に経理があってね、カウンターがあってね、でそのカウンターの奥にね、経理部長がいて、おお、勝田君か、よう今月もよう頑張ったな、出てるでギャラ、はい、これも持ってって、これもこれ先月分のやつ持ってってなんてさ、え、こんなにいっぱいあるみたいな。まあ今思えば70万ぐらいなんですけど、でもね、あの当時そうやってこうすごい夢があるよね、うん、キャッシュでくれる、キャッシュ、経理部長にすいません、サックスの勝田です、おお勝田君かで金庫ギリギリって開けて、現玉だよはいって俺も言われた、まさき君今月はよう頑張ったなって、そう、マスヤンだってさ、ほら俺よりもさ、やっぱり 4、5 年早いから、うん、すごかったんじゃない？見えちゃうんですか？前の人がどんぐらいかっていう、その封筒、いや、ちゃんと鍵かけてあるんだよね、うん、こう、うん、小型金庫に、そう、鍵もかかってるし、並んでるってことはないよ、別にさ、今月は初でって言われたことある、いやほら結構ほら、あのね、歌姫のツアー多かったでしょ、うん、あれもだって現金でしょだから昔はほら、ツアーが長かったじゃん、今みたいにこういっぱいできたね、なんかこう透明版だけじゃなくて、うん、学祭もあったし、学祭はねあったな、うん、いやほんとね懐かしい、まあほどなくしてね、その銀行振り込みになっちゃったけど、うん、あれのね思い出はほんと強烈、うん、なんかああいうのがあるとこうやっぱ励みになるよね、なんかこう本当になんていうの、売れてるアーティストをこう見ながらも、自分たちがそのサポートミュージシャンだったりとかスタジオで仕事して、もうほら俺らがそうやって仕事してた時っていうのは、アーティストよりもサポートとかそのスタジオプレイヤーの方がお金になるっていう時代だったからさ、あ、まあね、確かにそうだ、うん、スタジオミュージシャンがもう花形だったからね、うん、それは日本だけじゃなくてもう世界的にね、そう、うん、だからよくそのスタジオの仕事をたくさん回してる時に、他のスタジオのミュージシャンに、ね、松山どうしてツアーをやるのって言われたもん、ツアーなんかやるとさ、もったいないじゃんって言われて、あ、もうそういう感覚かみたいな、そうね、まあ、ちゃんとかそうだったもんね、うん、本当に昔のプレイヤーは、スタジオプレイヤーはもうスタジオしかやらない、ツアーは他の人たちがやるっていう感覚、うん、だったけど、今はもうなんかツアーもスタジオも関係ない感じだよね。まあ今はほんと仕事量が減っちゃってね寂しい話感じだよライトが強く当たるじゃん、そしたら行っちゃうのねまあここ放送しなくていいんだよ